きなりで、もうここにこう出ちゃってますけど、新しくね、買ったものがありまして、これ板金の途中なんですけども、ちょっと、ね、合間で紹介したいと思います。これ、Amazon でこういうものを買いました。125倍で、600番ですね。で、枚数100枚。で、これ大体2000円ぐらいです。1980円ぐらいで、買いました。で、これが大体5000円ぐらいします。一箱ですね。で、枚数もこれ100枚ですね。で、これはですね、600っていうのと、あと500っていうのがあるんですけども、濃い車は、600から。で、薄い車、ホワイト系とかそういう明るい色の車はこっちの500から、使ってます。で、今回ねこれ剥くのに、大量にペーパー使うんで、なんか安いペーパー使ってみようかなと思ってちょっとこれ買ったんですね。で、それでここをちょっとトイレに行って、どうかなっていう感想なんですけども、値段と、このペーパーの持ちってありますよね、耐久性、それを考えるとですね、こっち高いですけども、結局こっち1枚使う上でこっち2、3枚使えますので、そう考えると、一緒ですね。あで、まあせっかくこれ買ったんでこれで 使い切る予定ですけども、ペーパーはこういう感じですね。で、かなり硬くて、しっかりしたような感じですよね。なので、平面とか、角をこう当てて解く場合は結構使い勝手が良さそうですね。で、こっちの場合はですね、かなりフィルムでこうペロンペロンなんですね。ペロンペロンなんです。で、こういう感じですね。で、こっちの場合はですね、曲面とかはね、このフィルムなので、こういう曲面なんかはもうすごいいいですよね。で、じゃあ平面ダメかって言ったらですね、この中間パッドっていうのがありまして、その中間パッドをね、硬いものハードとかミディアムとかソフトとかありますので、それをこう使い分けることによって、平面とか曲面とかそういうのを使い分けすることができますので、そういう使い方をこれをします。これは多分ね、それやってもね、こっちが硬いんで、まあ多少はありますけど、まあそういうのはちょっと、やりづらいと思います。で、これ使って、あと番数ですね、これ600って書いてあるんですけども、大体500番、450番から500番ぐらい、まあ、下手したら初期のこのガッというこの一発目は多分400番ぐらいあるかもしれないですよね。なので、ちょっとねこれ使うの危険なんですけど、これちょっと使っていきます。で、こっちの場合はね、最初からね、マイルドです。ずっと同じような番手でこう研げるような感じなので、安定してます。ただね、これ、どっちも一緒なんですけども、デイなんかでやる人なんかだとね、これ、買ってもですね、100枚使い切るのに相当なことをやらないとこう減らないんで、そういった面でちょっとコストを安くしたいっていう方はこれ2000円ですので、これはお勧めしますけども、やっぱりね、よくね好みっていうのがありますので、よくね検討して使ってください。私は値段で言ったらこっちをお勧めします。デイでやる人はね、でデイでやる人で値段よりもね、やっぱり使い心地とか、その粒の細かさとか、そういうのをやっぱ重視したいという方は、こっち使ってもらった方がいいと思います。じゃあね、こっちの残りの、こっちは終わってるんで、こっちですね、板金やっていきたいと思います。これ、600番なんですけど、この上に800っていうのもあるんで、800買えば多分これと同じなんで、いいかもしれないですけどね。ただ、まあ、枚数使うから結局一緒なんですよね。ではですね、この辺からやっていきたいと思います。使うのはね、こういうぺったんこなんですけど、
これは Amazon で買ったやつなんですけど、これで大体1000円ぐらいで買います。で、これはあの叩くあのこの上のこのアタッチメントを取れまして、こう取れるんですね。ね、こうネジで、なってまして、これいくらだったかな、これも1000円ぐらいで買えたような気がするんですよね。で、これぺったんこのアタッチメントがね、あのいろんなサイズがこういうね、いろんなサイズがこう入っついてますので、あのこれ一番安くて、いいんですよね。でこれがですね、こっちがあのプラスチック でこっちがゴムですね。これが100均でこれ売ってますので、今これちょっと値段上がって売ってないかもしれないですけど、買えます。でこのアタッチメントはね、これ取れるんですね。これね、これネジでなってるだけなんで、ここだけね、あのまだ私買ってないですけど、ここだけあのプラスチックハンマーとかってこう変えられるようになってますよね。なのであのこれダメになったら、あのそれをこのホームセンターとかで見に行って、でそこで買ってまたつけるっていうね、非常にコスパがいいハンマーです。で、アルミニウム叩くんで、アルミのハンマーが必要ですので、これはアルミニウムのこのハンマーなんですけども、これもアマゾンで、これ2000円ぐらいしたかな。これと、いろんなセットのやつがあるんですけども、本当にあの軽いです。でこれでやっていきます。じゃあちょっとヒントガンが、グルーガンですね。ちょっと温まってきたんで、ちょっと貼っていきます。
ではですね、ボンネットの方がだいたい終わりました。やっぱりね、どぎついところ、ここちょっとどぎつかったんですけども、まあまあ出てると思います。あとここもね、ちょっとどぎつかったんですけども、こういう感じになってます。でここを結構叩きました。ここがね、出っ張ってたんで、こういうラインでね、叩きました。で、こういうね、ちょっと長円になっているところ、こういうところはですね、比較的軽いところですね。ちょっとこの辺も、いい感じに出たと思います。この辺ちょっと出ないかなと思ったんですけど、比較的、出てると思います。あとここもね、結構きついところだったんですけども、結構入ってたんですね。ちょっと見づらいかもしれないですけど、まあ、これでもまだこう入ってますけど、これよりもね、この倍から3倍ぐらい入ってたんで、まあここまで出せれば、いいんじゃないかなと思います。あとね、ここもね、出てました。あとは見逃し多分ないと思うんですけども、これこうダミ打ってるのは多分塗装で波打ってんだと思うんですよね、これね。で、あとね、こっち側もね、ここでここちょっと見逃しがあったんですけども、こことここと、ちょっとドアパンチみたいなね、ちょっときついのが、入ってますので、これからここと、あとね、反対側のね、ここ今もうつけちゃいましたけど、ここと、あとここがこう緩やかなと、ここが結構入ってますよね。でこれ後ろからね、手が入りますので、こっちはね、この後ろ側からやっていきたいと思います。あとこことここですね。ここは結構きついのはこれ分かりますけど、ここもね、ちょっとこうきついの、ここがきつくて、あとここが緩やかな感じですよね。